新伊田真ん中インターチェンジは、秋田県大館市筆先にある、秋田自動車道インターチェンジである。出口付近秋田県道52号日内田代線に、伊田真ん中 IC 出入口付近は秋田自動車道のうち、国道7号大館西道路と国道7号高野巣大館道路の接続点にあたる秋田県道52号日内、田代線にある、両道路のインターチェンジで、 大館西道路が高野市大館道路よりも早く完成するため、インターチェンジが設定された。当初は、筆先仮で入り口として工事が進められていたが、2011年11月29日に、に田真ん中 IC に名称が正式に決定した。インターチェンジの名称は1955年まで、周辺に存在した北秋田郡に井田村、真中村に由来する。 なお、両道路とも無料のため料金所設備はなく、秋田県道52号にはダイヤモンド型で速道で直接接続する。AB、大館西道路の新井田真ん中 IC、大館南 IC 間が平成23年12月17日に開通。国土交通省東北地方整備局、野代河川事務所。 https://www.thr.mlit.go.jp:/nosir o スラッシュケイハップ。H23 K231129 道路 PDF2011 年11月30日閲覧。高野須大立道路が10月22日に開通します地域の産業、観光支援。 当器の走行環境の改善効果が期待されます。国土交通省東北地方整備局の白河川国道事務所2016年9月15日閲覧ありがとうございます。